賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの宮川俊二です。白石美希です。白石さん、この番組ではさまざまな業種の企業ですね、はい、その、企業の理念ですとか成長戦略とか、はい、注目してやってきてるんですけれども、いろいろ話を聞かれてると思うんですが、それは企業の中で一番大切なものは大体何ですか？そうですね、やはり革新的な取り組みや企業ブランド、あとリーダーシップなども重要だと思うんですけども、はい、やはり人の力、人材なのかなと思いますね。こう一人一人が力を発揮できている会社っていうのは、うん、うまく回ってるような印象を受けますね。皆さんそういうふうなところに集約されるかわからないですね。はい、はい、やっぱりその企業のですね、潜在力といいますかね、それぞれ、はい、持ってるものってやっぱり人、その人の能力を最大限に引き出すということがやっぱり必要だというふうなことなんでしょうね。はい、そこで今日はまさにその人材力をテーマにですね、人材開発の分野で事業展開をしているある女性起業家に着目したいと思います。日本の企業を取り巻く今日の世界は、経営資源が人、物、金だった時代が終わり、時間、空間、情報技術などさまざまな要素が加わり、時代は刻々と進歩、発展している。そんな時代だからこそ、もう一度会社の根幹を大きくするための努力が必要。それには人と人が向き合うことが重要である。そう語るのは、株式会社マネジメントサービスセンター顧問、梅島美代。マネジメントサービスセンターは、高度経済成長期から現代まで時代のニーズに応じて様々なプログラムの開発提供に取り組んできた。そこで今回は、人材力こそ日本の企業を元気にする源だと唱える梅島の人材開発ソリューションと展望に迫る。本日のゲスト、株式会社マネジメントサービスセンター顧問、梅島美代さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。梅島さんは90歳とお伺いしているんですけども、とてもお肌もツヤがあってお綺麗ですよね。ありがとうございます。若さの秘訣というのはどこにあるんでしょうか？そうですね、はい、歩くのも好きですけど、はい、それよりなんかのんきで、なんとかなるさっていつでも、はい、で人が文句言うと、私は私、はい、あ、そうなんですね。周りが迷惑隠してると思うんですけど、はい、でもストレッサーみたいですけど。あ、そうですか。あ、周りにはストレスを与えるけれども、うん、ご自分ではためられないという、そういうタイプでいらっしゃる。はい、素晴らしいです、はい、ということで早速なんですが、マネジメントサービスセンターは一言で言いますとどのような会社なんですか？うちが長年掲げているキャッチは、はい、MSC は人間です。企業にとって一番大切なのは人間だというふうなお話です。そうですよね。じっくりまた伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。それではここで梅島さんのプロフィールをご覧ください。株式会社マネジメントサービスセンター顧問、梅島美代は1924年静岡県で生まれ、1944年津田英学塾、現在の津田塾大学を卒業後、海軍技術研究所で勤務。戦後は在日アメリカ陸軍人事訓練部訓練コンサルタントや日立製作所などで勤務。1966年マネジメントサービスセンターを5人の友人と設立。1986年代表取締役社長に就任。1993年取締役会長に就任。2003年顧問に就任。現在に至る。早速なんですが、梅島さんのプロフィールを拝見いたしますと、はい、今ではあまり珍しくないんですけども、大学に入学そして卒業されていますよね、はい、当時やはり女性で大学に進学となると珍しいことだったんじゃないでしょうか？そうですね、はい、あの学校なんか出すと嫁のもらい手がなくなるって母が近所の人からいろいろ言われました。そうなんですね。まあ、戦前ですから、なかなか大学を女性がお出になっても職場もあまりなかったでしょうし ね、 そうですね、学校の先生ぐらいしかね、うん、でもやはり進学に、ね、踏み切ったというのは、それは梅島さん あのご自身の思いですか？母なんですよ。あの医者でしてね、家が、
で母は父親が死ねば同じ暮らしができないと、はい、だから手に職をつけなければいけないと、だから学校行きなさいって言われて、学校に兄弟4人いますけど、はい、女が3人ですが、みんな大学に行きました。そうなんですね、はい、今は本当に進学の面でも男女それぞれ、ね、まあそうですけどね、はい、区別なく、本当に戦前は少なかったと思いますね、うん、私の小学校の中で、はい、いわゆる県立女学校に進学したのが50人のうち3人か4人でしたね。そうですね、女学校に珍しかったですもんね。娘を学校にやると嫁のもらい手がなくなるが当時の常識、女性が進学することが特別な時代だった。では番組では3つのキーワードで進行させていただきますが、まず最初のキーワードは何でしょうか。近所住止めです。この近所住止めという言葉に込められた思いというのはどういうことだったんでしょうね。まあ近所の人はいろんなことを言いますよね、はい、でそれの中には批判が多いですよね、はい、でも人はそれぞれいろんな考えがありますし、自分がそれがやりたい、それがいいと思ったらそういうことを気にしないで何でもおやりなさいと、さっき言ったように学校に行ったら嫁のもらえてないとか、旦那が会社で立派に働いてるのに奥さんが働くなんてみっともないとか、たら母がそういう近所の人の言うことをいちいち聞く必要はないと、はい、近所住徒っていうのは言いたいことは言うけれども、おっしゃる通りにいたしましたったって褒めてくれるわけじゃなし、やりたいことはおやりなさい、はあ、近所住徒って言葉はあるんですか。母の造語だと思う。そうですよね、あまり聞いたことないです、はい、近所に住徒がいっぱいいますよね、本当に、まあ、まあ今でこそねあれですか、陰口ぐらいでしょうけど、昔はあれでしょ、もうずけ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 言ってきたんでしょ。そうですね。そしてお母様のその教育方針っていうのはどういうことだったのかなというふうに思うんですけど、少しレベルの高い教育をちゃんと受けて、はい、それで仕事をやれるようにという考えだったと思うんですね、はい、ええ、戦争中県立女学校に入ったら、はい、私が勤労作業をして、はい、で勉強をほとんどしてなかったので、それで母はあまりそれが不愉快で、はい、校長先生にどうして勉強させないんですか、はい、子供を勉強させようとして学校に起こしました、はい、た校長先生がそんなこと言うのは非国民だ、うん、そしたら母が分かりましたって家帰ってきて、お前明日からあの学校行かなくていいよ、で私やることないから家にいたら、母がミッションスクールと知り合いで、そこへ新たに試験を受けて、はい、英和女学校というところに入りました。そうなんですね。そうですか。そうするとやっぱりミッションスクールに行かれたということが、その後のやはりその先生の大きな、ミッションスクールを出てすぐ津田に入りました。そうですか。この津田塾を選ばれたっていうのはどういう、武蔵野の大変気の多いいいところだったもんですか、はあ、当時はもう、はい、本当に田舎だったでしょうね。そうですね、はい、でどんな学生生活だったんですかね、当時っていうのは。人数が少のございましたから、はい、よく当てられましたし、はい、それから余暇から本科に移るのに点数が足りないと、はい、進学できないんですよね。だから落第するよって脅かされたり、まあそれ以外に第二外国語が、日独、本当はフランス語があったんですが、はい、三国同盟でフランス語がなくて、はい、それがつらかったですね。でもあまり戦争の影響は受けたとは思いません。でもしかしその当時英語を勉強したりということはあまりこの周りからはよく言われなかったんですか。近所の子供からは石を投げられました。そうなんですか。でも私たちは戦争をしている国の言葉が分からなくて、はい、戦争ができるのか何考えてるんだと思ってました。そうですよね。相手を研究しないと
まあ、むしろまあ戦争できないっていうですね、うん、そうですね。敗戦後仕事を辞めて実家に戻った梅島は二十歳の時に結婚、しばらく専業主婦をしていたが29歳の時在日アメリカ軍キャンプで働き始める。梅島さんはそれからこうまたお仕事をしたいということで就職されてるわけですけれども、はい、これはなぜそういうふうに27、8歳ぐらいになりますとね、それまで家庭で家事をやって子供を育てていたんですけども、なんか虫がうごめくんですね、働きたいという。それで近かったんですキャンプが、はあ、で、はい、休みも多いし、で米軍に働いたんですが、はあ、米軍のいいところはあのテストをやりますと、はい、100点取ると 1.5 倍のお金をくれるんです。あ、そうなんですか。だから内緒にしてました、主人には。内緒にしてたんですね、そこは、はい、どういうお仕事をされたわけですか。情報部、あの情報ですか。労務管理のところの情報部がありまして、はい、広報部っていうんですが、そこでまず働きました。梅島さんのその当時の英語力っていうのはどれぐらいのもんだったんですか。いやー、大したことはないと思います。いやいやいや、私たちの時代でもそんなに英語に時間たくさん使えませんから、はい、上役がちゃんと赤を入れてくれまして、はい、でおまけにあの私のボスが大変親切な人で、はい、あの非常に教育的な人でしたから、あのどんどんと私がよりベターな文章を作るようにっていう添削をしてくれましたから、はあ、その上司っていうのはどういう方ですか。外人でして、はい、ヘレン・フジタっていうんですが、はあ、実に何でも教えてくださる方で、私はオフィスの入り口からおはようございますって入っていったら呼ばれましてね、はい、挨拶というものは人間と人間がするものだから部屋の入り口で挨拶したんじゃ足りないと、私のデスクまで来て私の顔を見て名前を呼んで、はい、あのおはようございますヘレン・フジタって呼びなさいって教えてくれたんですね。そしてもう一つ、あの一日一緒に働くんだから何か親しみ深い言葉を付け加えなさいっておっしゃるんです、はい、で何かってそんな英語習ってませんから、ああ書いてくださいって申し上げたら、はい、A4 の紙に2ページ書いてくださったんですね。それで私翌朝、Good morning, Mrs. Fujita. How are you this morning?、I'm fine, thank you. How are you? で、その後なんか言わなきゃいけない。ゆるくシャープトデイっていうのが一番短かったんです。あなた今日素敵ねっていうの、ゆるくシャープトデイっていうのが一番短かったから短いの言ったんです。そしたら彼女は Good, good. でもね、同じの毎日言っちゃダメよって。なるほど。で、あのある時呼ばれて、お菓子をアイスクリームをいっぱい持ってきて、呼んで、これはあなたの原稿の100号記念、で1号目と100号目と並べて見せたんです、はい、で1号目は赤だらけなんです、はい、100号目は一つも直してないんです、もうあなたの直す必要ないよ、って言って褒めてくれる。それからあの1年経った時、今日は1年目のアニバーサリーだと言ってチョコレートなんかお菓子買ってきてくれたりとかね、そういうあのすごく親身な方でしたね。非常に温かい方ですよね、あの彼女の部下の扱い方っていうのは私のロールモデルです、今の時代はね、分かっていてもなかなかこうそうやって上司の人が部下に、ね、心と心でこう教えるってことが、そういった機会が少なくなっていると思うので、藤田さんとの出会いはとても貴重ですよね、あの部下を私はひよっこみたいに、親鳥の下の羽の中でもうのびのびと仕事ができたっていうか、あの上の方から余分な文句が来て、私のやってることが間違っていない時に、上が変な文句をつけてきたりすると、あの私がちっとも悪くないってことを上役と喧嘩して、あの言ってくださるんですね、だからこの方についていれば、もう安心だっていう気持ちしましたね、彼女は1年目はみんながやれることをやりなさい、
2年目はその2年目はあなた自身の工夫を入れて改善しなさい、3年目は次のよりベターな仕事を探してチャレンジしなさい、ってこう言って、3年同じ仕事をやるのはバカだって言ったんですね、怠け者だと、で3年目に人事に来ないかっていうお誘いがあったら、行きなさい、そして立派な推薦状を書いてくれと、でもやっぱりそう言われた通り1年目2年目3年目ということをそうやられたわけですよね。そうですね。それとやっぱりその守るってそれがなかなか難しいんですよね。その部下を飼い殺しにする役っていうのは困りますね、多いんですよね。なんか上から言われたらそう2倍3倍になって部下のとこ当たるという、もう最悪ですよね。それが恨みつらみになってしまいますけど、いけませんですけどね。そういうことをおっしゃってたんですね。だからやっぱり一番最初にそういう上役に就いたっていうことは、私にとっては宝物ですね。広報部の仕事を始めて3年後、ヘレン・藤田さんの推薦もあり、梅島は人事部へと移る。私はその後で人事に移りまして、教育訓練の方に引っ張られまして、でその教育訓練に引っ張られた管理者訓練のプログラムが、一番自分の性に合っていて、でそれが生涯の仕事になりました。その管理者教育というのはアメリカ軍のですか？それがね、日本人が米軍に働いている、その日本人の管理者を、いわゆる近代的な、そして民主的な管理者にしようというプログラムで、MTP って言うんですが、マネジメントトレーニングプログラムって言うんですが、そういうのを日本の管理者に話すという仕事をやってました。マネジメントトレーニングプログラムとは、ベテラン管理職の経験を整理して管理のコツを教えるプログラム。管理者の行動の仕方をマニュアルを使って実習させ、未経験者に自信を持たせる狙いがある。梅島はその後トレーナーとしての経験を生かし、セールスコンサルタント業を始める。そんなある時、米軍時代の友人から電話がかかってくる。一緒に経営コンサルタントの会社を作らないか。こうして1966年9月、わずか10坪の狭い事務所から株式会社マネジメントサービスセンターが誕生した。1960年代といいますと、日本は高度経済成長の時代ですけれども、どういうお仕事が多かったんでしょうか？女性の教育がですね、非常に多ございました、なぜかっていうと、男性はずっと会社にいるけど、女性は3年で辞めるわけですよ、25歳ぐらいでね、まだ、だからたくさん取らないと間に合わない、ということで、私は女役員、女一人でしたから、私にすごく女の仕事がたくさん来ました。そうしますと具体的にはどういうことをお仕事としてやられるんですか？それが腹の立った原因でしてね。マナーばっかり企業さん要求なさるんですね。で企業さんはもう女性教育はマナー教育だって思ってるんですね。いわゆる接遇、あるいは電話、それから応対、来客接待、そういうようなことが主なんですね。でそれだけなんですよ。で私はマネジメントの教育してたわけですから、ちょっと残念になって、でアメリカどうしてるんだろうって思って、でアメリカの大きな会社に50社ぐらいに、どうせ手紙を出すなら一番偉い人に出そうと思って、CEO に出したんですね。だから全部いらっしゃいって言ってきたんです。後日出して35社ほど、ぜひおいでください。そして一人で行くのはもったいないですから、いくつかの人事部長さんをお誘いして一緒に行ったら、今提携してるんですが、ドクターブレイっていう博士とドクターバイアムっていう博士の話で、その評価をするのに
能力評価の話をしてくれたんですね。でこの2人は大変レベルの高い心理学会のトップの方でしたから、はい、でその日本の人事部長に、はい、その能力評価という考え方の話をぜひしてくださいと、うん、そのブレイ博士にお願いしたんです、はい、そしたらバイアム博士って方と2人で来てくれたんです翌年、うん、それでセミナーをやったら日本の、方がたくさん集まったんで、うん、提携しようっておっしゃってくださって、はい、で以来その会社と50年提携してます。でアセスメントという商品が、はい、私の会社の主な商品になりまして、うん、能力評価という商品が非常に、はい、うちの稼ぎ頭になりました。そうですか、はい、でその事業を拡大するといいますかやっぱりこう宣伝をしなきゃいけないと思うんですけれどもどういうふうにしてやってこられたんですか。PR も下手だって言われるんですけど、はい、結局お客様の紹介が多いっていうことは、うん、お客様がうちの宣伝マンになってくださる ある意味で満足してくださるお客様っていうのは、うん、一番大きな宣伝員じゃないかしらって思うんですけど、ですからそのお客様のニーズっていうのをよく聞いて、はい、そのお客様の、はい、まあ、カスタムメイドって言いますか、はい、そのお客様の本当に欲しいプログラムを作るっていうのが、はい、なんか私たちの仕事だと思います、はい、創立からおよそ半世紀これまでの取り組みそしてこれからについて代表取締役社長の藤原博氏に話を聞いた。初期はですね、その、まあ、例えば、まあ、梅島がですね、力を入れておりまして、その、まあ、女性の能力開発ということで、そのいろんなプログラムを開発してきたというものがございます。まあ、その後といいますかね、そのアセスメントというですね、スキルがありまして、それをベースに、その、まあ、昇進昇格とか、そういった能力開発というものを、まあ、やってきたということでございます。スポーツスポーツの研修を行う会社ではなくて、じゃあ人材の育成をどうすればいいのか、採用自体をどうするふうに変えていけばいいのかと。からその経営層のその変革というのをどうしていればいいのかと、これからの50に向けてはよりそういったその人材という観点でそのまあ相談できる頼りになるそういう会社になっていたいなというふうに思っています、はい、では続いてのキーワードは何でしょうか。対話力でしょうか、はい、高度経済成長期に起業経営コンサルタントの道を歩んできた株式会社マネジメントサービスセンター顧問梅島美代。次なるキーワードは対話力、その真意に迫る。